どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はそろそろ実装されるウンリについて、相性のいいキャラを予想してまとめて紹介したいと思います。ウンリについては公式情報を見る限りではクラーラの強化版みたいな感じの性能になっていましたね。運用のイメージなどはクラーラを使用していると掴みやすい方なのかなと思います。ただこれを考えると相性のいいキャラとかはかなり決まってくるのかなと思いますので、今回は相性のおすすめと理由などについて細かく説明をしていきたいと思います。それでは早速本編いきましょう。それではまずアタッカーで相性のいいキャラを見ていきましょう。1人目はトパーズです。相性のいい点は3つあります。1つ目は不採証明と相性がいいというところです。トパーズの不採証明には追加ダメージがアップするデバフが付与できるため、運理のカウンターのダメージアップにつながります。単純な火力アップがしやすいというところですね。2つ目、カウンターと相性がいいというところです。フォースターのカウンターに関しては追加攻撃扱いとなっていますので、カウンターを多くすればするほど株の行動順もアップができるようになってます。とても相性がいい効果となってますね。3つ目、追加攻撃持ちと組みやすい。カウンターの発動頻度によっては追加攻撃持ちと相性が良くなるというのがあります。追加攻撃持ちと合わせると攻撃的に組めるっていうのも嬉しいポイントですね。ウンリに関してなんですが、クラーラと一緒でアタッカーでの相性のいいキャラは少ない傾向となってます。その中でもトパーズの不採証明の効果っていうのは相性がいいものとなってます。アタッカーに関しては今回1人のみとなります。続いてサポーターで相性のいいキャラを紹介していきたいと思います。まずは1人目、テイウンです。 EP 回復でサポートが可能という点ですね。ウンリは必殺技の構えの維持が火力を出す上では重要となっていきます。そのため必殺技の回転率を上げる低運は非常に相性がいいキャラとなってます。結構どのキャラにも使えるのが嬉しいキャラですよね。続いて2つ目、攻撃力アップで火力貢献ができるというところです。ウンリは必殺技で会心ダメージが 100% アップする効果があります。なので攻撃力を上げることによってさらにダメージを伸ばしやすくなりますので、低運の攻撃力バフは相性がいいところとなってます。低運に関しては運理の攻撃の要となる要状態の維持に貢献しやすいところがありますので、入れておくと便利なキャラクターだなと思います。続いて2人目はロビンです。1つ目は再行動と攻撃バフが優秀というところです。ロビンは即行動によって全体の行動順を上げれるため、チームの状況を整えつつ攻撃力もアップができるというのがあります。バフの相乗効果やチーム全体の火力アップができるというのも嬉しいですね。攻撃するキャラが多いほど扱いやすいというのがあります。このあたりは追加攻撃編成と組ませるといいかと思います。続いて2つ目、装備でもサポートが可能という点です。ロビンに関しては物理属性のサポーターとなっていますので、オーナメントのピノコニーなどを装備すると火力貢献がしやすくなります。これに関しては他の限定調和よりも優秀な部分となりますね。ロビンに関しては単体だけでなくチーム全体への恩恵が高いので、編成を最大限意識した時に効果を発揮しやすくなっています。続いて3人目は花火です。ポイントの1つ目は高倍率の会心ダメバフがあるということです。会心ダメを気軽にアップできるため、運理の火力を単純に引き伸ばしてくれます。また SP 供給もあるので運理のスキルを常に使えるのも嬉しいところですね。通常攻撃ばかりするよりも SP を消費してスキルを使った方が EP の回復もできるので、このあたりはとても相性がいいかなと思います。続いて2つ目のポイントです。行動順アップで調整ができるというところです。ウンリに関してはカウンター型で速度が低い傾向の育成になります。靴に関してが攻撃力になる可能性が高いからですね。それを見越して行動順アップで引き上げるというのが花火の狙いになります。海の攻撃頻度を上げることが可能となりますので、このあたりはかなり優秀かなと思います。花火に関してはクラーラのような運用方法でいいので非常に組ませやすいかなと思います。正直運理を見た時に編成を思いついたのはクラーラと同じメンバーでしたからね。それぐらい組みやすいキャラになってるんじゃないかなと思います。続いては耐久枠で相性のいいキャラについてです。まずは1人目、リンクスになります。ポイント1つ目はヘイトアップを付与できるというところですね。リンクスに関してはスキルによって回復だけでなくヘイトアップの効果も付与ができます。強制的に運理に攻撃を集めることができますので非常に強いんですよね。まあ運理自身自分で回復するということもできるんですけど、ヘイト集めに関してはリンクスで回復してわざとひっつけるっていうのがいいかと思います。ヘイトアップの効果っていうところで7日も同じ候補になるんですが、凍結のこととかを考えるとリンクスの方が扱いやすいっていうのがありますね。
ポイント2つ目は緊急回復も可能というところです。スキルにヘイトアップをしても全体攻撃などは味方全員受けてしまいます。なのでいざという時に緊急回復を挟んで戦闘率を伸ばすということが可能となります。意外とこれがあるだけでも安定感が上がりますね。場合によってはデバフ解除もできますので、そこが嬉しいポイントかと思います。リンクスに関しては手動操作なら非常に扱いやすいキャラかなと思います。ヘイトのコントロールができますからね。なのでヘイト集めに関しては活躍ができる耐久枠というところになります。続いて2人目はポポです。ポイント1つ目は EP 全体回復が強いというところですね。 EP の回復に関しては低運と同じ役割となっています。編成を組んだ全員に影響があるとか違いとなるため、状況によっては必殺技で立て直しが可能になったりします。ポポの必殺技を起点に、運に、低運、花火みたいな感じで、他のメンバーの必殺技が回せるようになるだけで火力アップしますからね、そういった点が強いかなと思います。続いてのポイント2つ目、回復とバフの両立ができるというところです。スキルの回復とデバフ解除でアタッカーの攻撃機会損失を減らせるというのが嬉しいところですね。カウンター攻撃が強いと言ってもデバフを受けてしまうと意味がないですからね。また攻撃力バフもあるため他のサポーターと合わせると火力貢献が非常にしやすいってところが強いです。耐久枠ながらもバッファーとしても活躍ができるってところですね。ポポに関しては回復とバフを常に行えるっていうのがありますので、ウーニーと非常に相性がいいキャラと言えます。続いて3人目です。3人目はアベンチュリンになります。ポイント1つ目としてはカウンターと相乗効果があるというところです。カウンターに関しては追加攻撃の判定になっているため、アベンチュリンの追加能力と相性が良くなってます。カウンターをするだけでアベンチュリンのチャージが溜まりますので、お互いに追加攻撃がしやすくなるという環境ができますね。続いてポイント2つ目です。必殺技の同様デバフと相性がいいというところです。必殺技による同様なデバフを付与できるので、対象に味方が攻撃をしたとき与える会心ダメージがアップするようになってます。これが非常に嬉しいんですよね。まず運理に関しては必殺技の発動で構えをすることによりカウンターで会心ダメージが 100% 伸びるようになってます。この性能が相性いいんですよね。まあカウンターのターゲットが狙えないっていうのがありますが、うまいことカウンターができれば大ダメージを稼げるチャンスとなります。アベンチュリンに関しては追加攻撃編成で組む際は非常に相性がいい耐久枠となります。ポポとかでもいいかなと思うんですが、追加攻撃で組んだ方がある程度火力も見込めますので、その際の耐久枠としてはアベンチュリンがいいかと思います。続いてパーティーの紹介に行きたいと思います。こちらに関しては現在の予想というところになります。まずは1つ目、星4お手軽編成となります。メンバーとしてはウンリ、リンクス、テイウン、ジユーというところです。まずポイントを見ていきたいと思います。一つ目は星4キャラ2人と組み合わせたお手軽編成というところです。リンクスとテイウンに関しては固定というところですね。ですが残り1枠に関してはアタッカーを入れてダブルアタッカーにしたりとか、いろいろ工夫はできます。 SP 管理をしたいっていうのであればカンアを入れるのもありかと思います。さらにこの構成に関してはヘイトとバフの管理が非常に楽っていうところがありますね。意外とバランスの取れた編成で、今から始めた人にも組みやすいメンバーなんじゃないかなと思います。続いて2つ目、追加攻撃特化編成となります。メンバーはウンリ、トパーズ、ロビン、アベンチュリンとなります。追加攻撃特化ならこの編成がベストと予想しています。相乗効果が高いんですよね。特にトパーズとアベンチュリンと相乗効果があります。追加攻撃をするほどお互いに恩恵がありますからね。しかも追加攻撃したりすれば攻撃回数が増えていきますので、ロビンの EP も貯めやすくなります。またロビンにピノコニーを持たせれば運理の強化もできますので、そういった相乗効果もあってなかなかいい編成かなと思います。続いて3つ目、運理キャリー編成ですね。運理、低運、花火、頬となります。こちらに関してはクララ編成の強化版のような扱いです。まあクララと入れ替えただけになりますね。ただこちらに関してはクラーの時に思ったのが EP 効率が非常に大事だなと思ってますので、各キャラ SP をしっかり使い切るっていうのが大事かなと思います。なんだけど花火で SP 回復しつつ切らさないっていうのも大事ですね。またカウンター主軸となりますので、相手の攻撃を意識するっていうのが非常に大事です。最初に紹介したリンクスみたいにヘイトを集めれるキャラっていうのがいませんので、並び順であったりとか攻撃の受ける回数でダメージに変動が出てくるところかなと思います。それでは最後にですが、編成や相性のいいキャラを元にした運理の使用イメージを解説したいと思います。大きく2つですね。まず1つ目、
従来のアタッカー運用ではないという点が強みかと思います。分離についてはカウンター主軸となるため自身から進んでダメージを稼ぐスタイルではないと思います。まあ、このあたりはクララと一緒ですね。そのため敵の動きを止めてしまうと手数が減るので編成には気をつけたいというところですね。敵の手数が減るというのであれば、まあ、速度が遅かったりとか攻撃回数がそもそも少ない敵とかですね、そういったものに関しては敵の行動に依存して攻撃回数が減ると思います。続いて2つ目、凍結や束縛には気をつけるというところです。これに関しては運理自身が状態以上に気をつけるということはもちろんです。なんですが編成を組んだ際に味方に凍結や束縛を行えるキャラには気をつけましょうというところですね。これに関して言うと敵が動けなくなりますのでカウンターの発動機会が減ります。単純にこちらの火力が下がるというところですね。なので攻撃回数が減る要因となるメンバーに関しては入れないようにしましょう。その他に編成の幅としてはクララと同様に狭くなりがちかなというのもあります。まあ、カウンターできない攻撃持ちの敵とは相性が悪いなというところですね。このあたりは今後のアップデートでどうなるか気になるところはありますが敵によっては相性が最悪ということもあり得るかと思います。運理に関しては使用イメージがクララと近いということもあり編成の組みやすさとかイメージもできるのかなと思います。まあ、一番の強みというところで言うとスキルで拡散が常にできるような感じなのでクララよりも多くの敵にカウンター攻撃を入れれるのは強い部分かなと思いますね。なので実際使ってみると大化けするキャラクターなのかなとも個人的には思ってます。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので応援してくれる方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。